二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回もですね、 LINE アットでいただいたご相談を取り上げたいと思います。こんにちは。千葉県佐倉市ユーカリが丘で一人営業で美容室をやってます。7月で3年目を迎えました。なんとか続けられてますが、まだまだ空いている時間があります。もう少し売り上げを上げていきたいです。今ホームページの再作成と地域新聞の広告、ネット集客、チラシ、ショップカードと今一つ結果が見えてこないので模索中です。明確な売りも決められないので悩み中です、というご相談です。はいはい。ということで、女性なんですかね、女性の方みたいな、ね、まあ、この LINE の、ね、お名前とプロフィール名とこんな感じがするんですけれども、はい、まあ、いろいろ媒体もやってるけど、結果が出てない、売りも決められないということで、なんか前まですごいこの質問答えるシリーズあったじゃないですか、はいはい、なんか久しぶりにこう、あ、昔のようなよくある質問が来たなとか、はいはい、まあ、特に、ね、売りになるそうですね、そうですけど、って思うんですけど、どうでしょうか、久しぶりにこう、そうですね、売りなんですけども、まあ、なんか結局この質問だけを見ると、まあ、2つこう答えられるかなと思うんですよね、はい、まずそのいろんな集客方法を試してるけど今一つ結果が出てこないっていうので、まあ、まず正しいやり方ができてないんじゃないかなっていうとこが一つ、はい、でもう一つが、まあ、明確な売りが決められてないっていうところですよね。そもそも売りが、明確にできてないから、明確化できてないからその集客がうまくいってない、例えばいろんなネット集客とか、まあ、チラシとかをやってもそのよくあるお店に見られちゃってるから、まあ、チラシとかも多分捨てられてる可能性高いし、まあ、ネット集客で何やってるか知らないですけどスルーされちゃってる。例えばホットペッパーに載せても、まあ、お店よくあるお店の一つとしてしか見られてないっていう可能性は高いですよね。なんでまずだから結局いつも僕が言ってることになっちゃうんですけど、その売りをしっかりと決めて、でそれをまあチラシでもそうですしネット集客とかに載せていこうねっていうところになっていくと思うんですよ。なんでそこでまあ売りをちょっとこれだとこうどういった売りにした方がいいかとかっていうアドバイスも難しかったんで、まあどんな売りを考えてるのかっていうこともちょっと LINE で返信させてもらって聞いたんですよね。はい。でまあこれもただどんな考えてるのかって聞いても皆さんちょっと分かり考えつかないって人が多いんで、例えばその得意な技術とか得意なメニューとかはないのか、あとターゲットはどんなお客様なのか、で実際来られてるお客さんはどんな方が多いのかっていうところですね。そこら辺、まあ、年齢、職業、悩み、求めてるものとか、まあ、そういったものをちょっと答えてもらったんですよね。そしたらまあやっぱ具体的にちょっと出てくるわけですよ。はい。だからここまで LINE 上でコンサルみたいな感じですね。そうそうですよ。まあ、せっかくね LINE してもらえたんで質問をねしてくださいって投げかけたら答えてくれたんで、まあ、少しでもためになればと思ったんですけど、でもやっぱここまで考えるとやっぱ出てくるんですよ。で、ヘア以外に着付けや松エグネイルも徐々にですが、美容師免許でできることは何でもいろいろやってますと。でフェイシャルなんかもいずれはやりたいと思ってる。で今最も高評価をもらってるのがシャンプーとマッサージです、で出てくるわけですよね。そうするとちょっとシャンプーマッサージっていうちょっとキーワードが出てきますよね。出てきますと。で30代40代が一番多くて、次いで50代60代が多い。で基本は主婦のお客さんが多い。で経営者も結構多いですと。で体への負担のないものを求めている方が多い。手間のかからないスタイルを好まれている。でやや男性的で余計な話をしたくないとか、大型店とか若い言葉苦手とかっていう方のお客さんが多いっていうところですよね。なんかキーワードとなりそうなのが出てくるわけですね。ねえ、いっぱい出てきますよね。
でまずはこういう素材出しから始めないと売りって作れないんで、まあ、さっき言ったような質問をもう一回改めて自分で問いかける。で得意な技術とかないかって言われるとみんな出てこないんですよ、まあ、どこも一緒、どの店ともあんま変わんないです、うちはみたいな。でターゲットどんなお客さんですかっていうと、まあ、いろんなお客さん手広く欲しいとか、うん、まあ、スタッフさんがいる店だと、まあ、あのスタッフはこういう客層が欲しいし、僕はこういう客層が欲しいしみたいな方もいる。でじゃあそこからどうやって出せばいいかっていうと、やっぱ実際来られてるお客さんがどういう人が多いのか、でそのお客さんたちは何で喜んでるのかとかっていうところが一番導きやすい、素材を出しやすいんで、そこをちょっと皆さん考えてほしいかなっていうところですかね。うん、なるほど。じゃあやっぱ現状、自分の希望とかも出しつつ、うん、現状もこう分析してみると、そうですね、売りとなりそうなこう素材が出てくるってことですね。そうそう、だからこれから店を出そうと思ってる人だったら、まあ、今実際に働いてるお店でどんなお客さんに受けがいいのかとか、うん、どんなスタイルが好まれるのかとか、なんかそういったことも考えられると自分のお店を出す時のターゲットだったりとか、売りになるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、なるほどですね。で、まあ、さらに聞いてったわけですよ。聞いてますね。でシャンプーやマッサージが高評価の理由って何か分かりますかっていう話を聞いたら、うん、これはどうして聞かれたんですか。まあ、よりそのお客さんのターゲット層を明確化したいというか、うん、絞り込みたいっていう思いだったりとか、まあ、そこから、まあ、特殊なものとかを使ってるんだったら、うんうんうん、シャンプーだったりそのマッサージとか特殊な技術とか特殊な、薬剤とか分かんない、そういうものを使ってるんであれば、またそれが売りになる可能性もあるしっていうところですよね。そしたら、まあ、疲れてる方が多い、セルフケアではしきれないから、握力が、まあ、あるから力加減ポイントを抑えられている、呼吸に合わせてタイミングを見てはいますが、お客さん気づいてるか分かりません、単純に気持ちいいのかなとか、まあまあいろいろ出てくるわけですよね、うんうん、でもこれはやばいって言ってもらえるっていうぐらいなんで、うん、大体の方が瞬間的に落ちちゃ う寝ちゃうんですね。寝ちゃうってことですよね、うん、だからそれだけなんかあるわけですよね、秘密だったりとか。そうですね、うん、なんか最初のね、まあ、千葉県で美容室やってますみたいな、うん、理も分かんないですってところから、うん、これはやばいと言ってもらえる瞬間的に落ちるっていうのを聞くと、なんかちょっと興味が出てきますね、うん、そうか。しかもこれが得意なんじゃないってね、自分では分かんないって言ってましたけど、確かに、うん、これが得意ですよね、うん、結構ね、僕もそうなんだけど、やっぱりヘッドスパ好きなので、うんうん、いいよね、一個ね行く理由になりますもんね。そう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 。うん、もうだったらなんか分かんないですよ。これここだけの情報、これだけの情報なんで、はい、何とも難しいところありますけど、でももうカットとかっていう施術のもう最初、そのカットの前もそうだし、そのカットの後もう2回やってあげる。ああいいです。それは嬉しいですよ。ある意味カットの時間より長いみたいな、シャンプーマッサージの時間がみたいなのも売りになる可能性ありますよね。確かに確かに。もうすごいシャンプーされるの好きな人とかもいるんで、お客さんによっては頭マッサージされるのが好きな人もいるんで、そうですよね、まあ、それをなんかちょっとキャッチコピー考えて、もうカットよりも時間長くやってあげるとか一個他の店とね、そう違いますよね。そうカットがついでぐらいな感じの店で、でさらにさっき言ってたようななんか体の負担のないものを求めている方とか、手間のかからないスタイルも好まれているとか、まあ、大型店とか若いことが苦手なお客さんとかの30代の女性とか30、40代とか、まあ、主婦とかっていうのも、まあ、ターゲットに考えて、まあ、それを、まあ、キャッチコピー化というか文章化して、ホームページに載せるとか、ポータルサイトに載せる、あとはチラシに載せるって言えるだけでもまず違うし、うん、でそんな疲れてるお客さんに、その疲れてる例えば30代女性主婦の方に、じゃあこんな、シャンプーマッサージをしますみたいな、でカットよりも長い時間取りますみたいな、うん、ってなってくるとちょっと面白いそうですよね、他の店よりも、うん、でそういう考え方ですよね、うん、だから売りを作ろうって、何うちの店何が売りかなっていうふうにざっくり考えるよりも、まあ、今言ったような流れで考えていった方がいろいろと自分の中でも掘り出せるし、うんうん、
他にない売りっていうものが作れていくんじゃないかなと思いますけどね。なるほどですね、はい、じゃあちょっとここで、まあ、その二藤さんがねこうされた質問をまとめますと、ちょっとこれなんか売りがね見つかってない人はちょ自分でやってみるといいと思うんですけど、はい、まあ、得意な技術やケアメニューを出す、まあ、ターゲットのお客さんを分析する、うん、客層を開ける、うん、でそれで出てきたものをより深掘りしていくって感じですよね。そうですね。なんかそのじゃ例えばすごい40代の方が多いなら、うん、なんで40代ばっかり来てるんだろうとか、そうそうそう、なんでこうなんかみんなパーマしてるんだろうみたいな、そう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 、を分析していくっていう、うん、すると、まあ、おのずと勝手に出てきますよっていうところですよね、うん、あそこに喜んできてるのかっていうことが分かれば、うん、あそこが売りになる可能性あるなっていうところですよね。なるほどですね。なんかあれですね、ざっくりね売りを考えようっていう考えるとちょっと、うん、なかなか工程がね分かんないと思うんですけど、公認、うん、出てくるとやりやすそうですよね。そうですね、うん、やっぱ誰かに聞いてもらうのもやっぱいいんですかね。いいと思いますよ、ね、うん、自分で自分のことって本当に分かんないんで、うんうん、二藤さんはもう自分でもう決まってたんですか、そのもうこれ最初から決まってたんですか、司会がいや、ストリートスタイルだなみたいな、なんか、いや全然ですよ、全然決まってなかったですね。二藤さんもその売りがない時代があって、うん、売りを初めて考えた時期があって、うん、もちろんでも思いつかなかった時期があって、うん、もちろんが あるわけですよね、うん、だもう本当によく言われる、まあ、売りというかそのコンセプトというかのその、まあ、他の店との差別化みたいなのやり方で、さ細分化とかってありますよね、そのターゲットを絞るとか、うん、もうそういうところから最初始めたっていうところですね、うん、ありましたね、よく、まあ、年齢を絞るとか、うん、男女どっちか絞るとか、うんうん、そう、まあ、いきなり出てきたわけじゃないんですか、そうそう、今の、まあ、そんなよくある、まあ、実際なんか、よく今になってしまえば誰でも言ってるようなことなんですよ、そんなことは、なん大した話ではないんですけど、うん、でもまずはそういうのを信じて、じゃあメンズ専門にしようとか、うん、大人の男性にターゲットにしようとか、働いてる男性をターゲットにしようとか、まあ、20代40代までぐらいにしようとか、あとはじゃあそういう働いてる男性がターゲットだったら夜10時ぐらいまでやってた方がいいよねとか、まあ、そういう最初は売りの作り方から始めましたね、うんうんうん、でさらにもっとこうブランディングとかお店を今後広げていく展開していくとかって考えた時に、まあ、それだけだと弱いし真似されちゃうよなっていうのは思ってたし、まあ、そういった情報を教えてくれてる人たちもいたんで、もっとコアなコンセプトみたいなのを作ろうっていうところから、まあ、自分らだったり他の店と比べてどういう風にすれば勝てるのかなみたいなので、まあ、ストリートスタイル、ただストリートスタイルって言ってもこう何て言うかな、ミーハーなストリートスタイルにしてるやつら多いんで、やつらって言っちゃったまあなんか人たちが多いんですよ、店がそのエグザイル系みたいな、うん、でも うちらはそうじゃないよ、もっとこうコアな古い古臭いアングラなエグザイルファンからも苦情が苦情いや別にエグザイルがダメってことじゃないですけどね全然僕はそういうのが好きっていう、うん、古臭い80年代90年代のなんかアメリカンカルチャー、はい、あの時のストリートが好きだから、まあ、そういったのを提案しますみたいな、なるほど、に持ってったわけですよ、うん、そしたらもうどこも近寄れなくなってくるというか、うんうん、真似できなくなってくるんで、確かに作り方でしたね。確かに例えば僕が仮にですよ、美容室出して、うん、じゃあ男性専門にしよう、うん、10から40代ぐらいにしよう、うん、大人の男性にしよう、うん、って真似できますけど、うん、ストリートに、ね、行かれると絶対真似できないですね、真似できないね、うん、知識もないですし、そう、そういうお客さん来た時困っちゃいますからねこいつ薄っぺらいじゃんみたいな、嘘じゃんみたいな、エグザイル好きじゃんみたいないや思うんで結果曲もなんかエグザイルかかってんじゃんみたいなとか店の中あ行った時です、そう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 とかになっちゃうんですよね、中途半端にやっちゃう確かに確かになんかこうしらけますもんね、うん、うん、そっかそっか、そう、でもなんか僕がいつもそれで気をつけてるところは、まあ、そういって結構コアなコンセプトみたいに作ると、まあ、そういったお客さんしか来ないんじゃないかって思っちゃうじゃないですか、でもそうするとすごく狭くなっちゃうんで、ターゲットが売り上げをボンと上げるのって難しい、まあ一人でお店をやるぐらいだったら、まあ、別にそれでもいいかもしれないんですけど、やっぱうちの店みたいに月新規200人とかっていうのを欲しい店の場合は、
やっぱそれでもそういったコアなコンセプトを作りつつ、一般のお客さんにも来てもらえるようなそのバランスは取りますけどね。はいはいはい。うん、うん、なんかそこのちょっと言葉だと難しいんですけど、うん、そのストリートカルチャーみたいなことは言いつつも、普通の人も来てくれるようなワードを使ったりとか、情報発信みたいなのはしてますけどね。うん、そこはもう感覚の。そこは難しいっすよね。もうそこはまさに僕がコンサルする意味があるっていうところだと思うので。でも例えばすごくちっちゃいところで言えば、うん、まあ、前のポッドキャストでおっしゃってたかもしれないですけど、うん、でも本当にブラックカルチャーだとドレッドが坊主になっちゃうみたいな。でもそれだけだとやっぱ普通の人にはハードすぎるから、うん、まあこうストリート感のあるヘアスタイルを乗せるという、そう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 、なんかそういうバランスの取り方っていうところですよね。うん、あとはやっぱその昔ストリートカルチャー好きだったけど、うん、もう今は大人になったから、まあ、サラリーマンになっちゃって、まあ、そういうのも興味なくなっちゃったっていう人をある意味またこう呼び戻す的なところで仕掛けていったりもしてますけど、うん、まあ、一般的にしてもなんか、まあ、要はその美容室みたいな、なんかまあまあ、言い方悪くすればですよ、そのチャラチャラしてる髪型とか、うん、っていうよりもそう男らしい髪型がいいって思ってる人がターゲットになってくるんですよね。そうすると、うん、まあ、そこにも匂わせてるんで、そこら辺の人たちっていうのはいっぱいいるんで、ターゲットとしてはそういったパイも狙ってるってとこですね。なるほどですね。まあ、意外と他のお店がこう見落としがちなターゲットですよね。うん、うん、なんかね、間違ってもこうなんか束感とかね、なんか毛先跳ねさせたりとか、そういう人はなんかまたなそうですよね。まさにそういうことですよね。まあ某美容室のねメンズを得意してみたと、そういうのが逆にそうですね、まあ、大学生とか高校生とかにね売りにしてるんですけど、あれはあれで全然 OK で、うん、じゃあああいうのがあって、じゃあうちはどうするかっていうところになってくるんですね。うん、なるほどですね。はい、わかりました。まああれですよね、まあ、もし本当にまだこれから売り考えるところの人は、うん、まあ、まずなんか絞るっていうのは、そうですね、もちろん、まあ、まずそこから入ってもいいってことですね。うん、そうです、そうです。伊藤さんもそうですよね、多分それ絞って、あ、なんかこうすればうまくいくんだっていうのを分かってから、うん、じゃあもうちょっとこう自分のこうオリジナルにするために、うん、まあ、自分の趣味とかを入れていったって感じですね。はい、その通りですね。じゃあ、まあ、まあ、まず絞っ、まあ、自分のこう今のね現状を分析してみて、うん、なんか素材となりそうなのを出してみましょうっていう感じですかね。はい、はい、じゃあぜひですね、売り作りで悩まれている方、今回の、ね、内容を参考にやってみてください。はい、はい、じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。